こんにちは、翔太です。今日もグラクレやっていきます。はい、喧嘩祭りやっていきます。カオスバトルですね。ちょっと今回は3連戦やっていくんですけども、これがねやっぱ強いね、魔人王っていうところでちょっとやっていくんですけど、まあどうせ回避飯でしょ。あんたどうせ回避飯食べてるでしょうというところで、まあですねと。回避飯入ってます。そらそうなんですよね。この辺はもうみんなね、回避じゃない回避飯食べてるんですよ。なんでまあこんな感じでね、まあ、回復不能を入れてあげーので、まあ僕先制なんで、まあ相手がね先に魔人を覚醒しちゃうんですけど、まあ耐えればね勝ちなんでね、もうこれはね魔人を対決は、ね、耐えれば勝ちそう、僕もね回避食べてるんですよ。もう僕チームもね回避食べてるの。もうみんな回避飯食ってっから、俺も回避飯食べとく。でまあチャンドラーのね、まあ、フルカウンター入れといて、でまあこんな感じかな。で相手は魔人王がステータス急上昇していくからの、まあこれ耐えれればね勝ちなんですよ。でまあ絶対チャンドラ倒さないといけないというか、僕カウンター入れてるから、まあタゲはねチャンドラに行っちゃう。さあ獄門とこれ金札いい来てるね。まあ耐えたんでね勝ちですね、勝ちです。ここでチャンドラが倒されても次のターンで GG ですね。これがね結構気持ちいいんですよね。まあ相手のチャンドラも潰しつつ、もうこのもうこれですよ、この3発これでバチバチと、でもう適当にもうしばいてもらってと。で最後魔人王もしばくというところで GG です。ありがとうございます。ボット、ああボットじゃない、ありがとうございます。で2試合目マッチしました。で今回の相手、おお天使ですね。あ天使じゃない、女神族マエルですね。で先制取られてる。女神族はもうこの環境ではかなり渋そうですけどね。まず回避していくからのマエル、え、そういう感じ、マエル、はいはいはい。ただ耐えちゃうんですよね。そうなんですよ、耐えていく。でもこうなったらもうこうなったで、まあとりあえずカウンター入れといてと。まあ相手も回避入っている。でまあこんな感じで、まあ、とりあえず全体ぶっ破してと、回復不能も入れていくと。でこのターンしのぐと次のターンで相手は壊滅状態という感じですね。うん、はい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 。まあフルカウンターぶち込んであげてと。ふむふむふむと。あ、いいの？いいんですか？いいんですか？いいんですか？これですね。これでちょんちょんちょんと。でエリザベース倒しつつの、まあエールも倒しつつので、もうイージーゲームですね。ありがとうございます。魔人王様々でございます。2試合目も勝利と、ありがとうございます。で3試合目マッチしました。で3試合目、あフェスパ
フェスパだね。まあ滞在パ、滞在パっていう、まあ回避していくがの、はい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 。さあ倒しきれんのか、厳しいですね、これは厳しいですねと。それ倒しきれなかったんでジジイですねもうこれはね勝ちですね。まあとりあえずこんな感じで、あれ回避入ってるよね、あ入ってない感じっすね、回避入ってない感じなんでとまあこれは勝ちですね。まあとりあえずね、あの2ターン過ぎた魔人王の3回攻撃、これが気持ちいいんですよね。マジで脳筋ですね、脳筋魔人王ですね。まあ、フルカウンターねじ込みつつのって感じですね。まあ、これ倒せないんでと、フルカウンター入れてと、倒せないよね、倒せないんですよ。いやーもうこれが気持ちいいんですよね。もうブッパですね、魔人王ブッパで壊滅させると、これがやばい。相手の名前もおかしい名前してるんでね、まあ分からせてあげましょう、変な名前してるんで分からせてあげての、ジジーですね、ありがとうございます。まあこんな感じで3連勝できたというところで終わりたいと思います。